スイッチのスマブラ発表おめでとうございます。うん、そろそろスマブラやろうかなと思ってたタイミングでイカちゃんの順当すぎる参戦が決まってね、まさか今年中に来るとは思ってなかった。でスマブラはダウンロード版を購入するとえらい容量を食うので、そこだけはご注意をって感じでね、これ入れ直してまた他のゲーム消さざるを得なくな、お、世界戦闘力アザース。で、一度アンインストールしたので、これ綺麗な状態よ、美しいよこれ、ほんとね。うん、なのでここから頑張れば、真面目にちゃんと戦績つけるならここ怪我さなくて済むんだぜみたいな感じで、とりあえずあれだね、10人蹴りをしようかなと。まあ10人程度ね、健康にできなくしてね、インストラクターが務まるかよ。というわけでやりましょうか。早速全勝は難しいかもしれませんが、待ってね、操作大丈夫かな、ゲーム、お、よし、やるぞ。余裕はないと思いますので最初からいきましょう。とりあえず1戦目で慣れていこう、さっさと。ジャンプと、でこいつのフィットレの昔の動画を見てちょっとだけ思い出そうかなと勉強してたんですが、こいつ感覚で動かしてるから何の役にも立たねえんだよね。うん、まあ相手の着地に礼拝重ねるとか、相手の飛び道具を打ち消すかのように打つとか、うん、慣れてないと無理そうなことばっかり要求しやがってよあいつな。まあなんとかしましょうや。読みでスマッシュを置くとかあんましてなかった気がするし、とにかく掴んでた気が。お、サムス、あ、そっち、あらあら、健康的な、気をつけて、ほい、おいやー、私はリアルフィーフィットで肉体に磨きをかけてきた今日のために。おいや、おい、重ねるチャンス、違う、おいや、よし、いって、武器なんかに頼ってんじゃねえ、そんな綺麗な足をしておきながら武器に頼るとは愚か者め。おいや、あ、まずい、おいや、ボール、おい、ここまで来たらもうこっちのペースですな、気をつけて、お、投げて、これ、おい、あ、無理か、おいやー、迂闊に近づいちゃダメだぜ、フィットレの崖にはよ、つけちゃダメなんだ、おお、危ね、おいや、おいや、す、気をつけて、なんかすごいめちゃくちゃ下スマ打ってるけど、おい、回避読むぜ、これ次、おっと、来ると思った、よー、よしよしよし、いけるもんだね、おい、思えばスマメイト初期の頃とか嫌でもゼロサムとやらされてたから、そういう意味では多少やりやすい相手なのかもしれない。いきましょう、おや、あばよー、よし、次の相手だ、よし、1対1の個別レッスンで全員の背筋をピーンとしてやるぜ。このポーズ結構しんどかった気がするが、原作では100点取ってるからね、大丈夫だ。次行くぜ、ワンオンワン、まあ今はゴールデンタイムゆえいろいろな人がいるでしょう。例えば突然コンボ決めてくる竜と遭遇するかもしれない、気は抜かないように。今こうやって張り切って練習してるけど、フィットレさんリストラされねえだろうな、次のスマブラで。いや大丈夫だと思う、世界で一番売れた体重計ルーキーな、この人は次回出れるんですかね、微妙なところだ。動きから漂うヤバさ、おっと気をつけてね、ルキナは弱からスマッシュつながんでしたっけ今のは。おいや、おい、クリティカルヒット、おい、起き上がりに重ねていけ、はい、失敗してる、おいや、
うやー、来ると思ったぜ、ぴょほー。よし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 。そう、お客様の言われたことをやるだけじゃダメ。あらかじめどういうことをしてほしいのか、その期待にあらかじめ応えることが、あー、重要なんです。気をつけて。ほいほい、よいしょ、オッケー。あー、メテオにならない。おいや、おいや、あのお客様は一体何を求めているのか。太陽を求めているのでは。おりゃー、ぬ、あ、これやばいやつ、あぶねー。おいや、よし。さあ、なぜ絶望の未来なんてものが存在したのか。それはきっとエクササイズが不足していたからでは。ほらーほら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 、うん、頭上強いだぜ。そろそろ油断する頃です。次行こう。次フィットレだけじゃなくて別のキャラも使っていきたいよね。ろくにやらなかった、第2期の時に活躍したようでしなかった、そう、健康四天王の一人がね、そう、背筋を伸ばした長さは数えきれず、積み上げればその長さは銀河にも到達する。よし、行くぜ。ただ、あれだな、うん、ちょっと健康になりすぎた結果、フレドラマンに、うん、物販マンになるところは注意が必要なんだが。サルー、サルー、サルー、ヘイマンキー、うれ。今日はスマブラのスイッチ版が、発表された日、あの、私のように生々しいタイミングで復帰している方も多いのでは。うわー、反射されそう。気をつけて。マリオとの戦いは反射されるから、だからこそどうやっていかにして礼拝ぶっ放すか。気をつけてね。怖い、よし、怖いな。おや、おい、これ跳ね返されると一発 KO だからな。いや、ほら、おお、止まらないね。おりゃ、よし、ファイヤーボールを投げたタイミングに打ってやるといい感じにね、行くのですよ。早くしましょう。おりゃ、こっち来ちゃダメだぜ。よし、読みすまが当たると気持ちいいよね。おい、おい、レイハーイ、掴んでいく。おい、後ろ足ご注意。おい、おいや、気をつけて。投げて、これ気をつけて。できればこのままストックさ有利取っておきたい。よし、いや、これはガード、おっと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 、ウエスマ無敵あるぜ。さあ、マリオくんでさえも悲鳴を上げる、立ち木のポーズ、私もトレーニング重ねた、マリオよりは振りはつかないぐらいにバランス感覚を鍛えて。おお、無理か、おりゃ、ジャンプ読み無理か。おい、ジャスガの音復活しないですかね。あの、ガキーンっていう音の方が好きだった。おい、背筋が曲がってんだぜ。よし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 、侮っちゃいけない技がそこにはある。 B、 よしよしよし、まあ数ヶ月ぶりにしては結構いい感じではないでしょうか。いざって時に上スマが出るのはいいことだと思う。